スライム倒して300分本土楓です。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、図形を伝えよう千本木編。お題として出された図形を相手に言葉だけで伝えて書いてもらいたいと思います。しっかり伝えられたかどうかは画面でご確認ください。それではスタートです。書きますよ。何、まず本土ちゃんから見て左側かな、に四角を書いてください。書きました。その四角 の右側の隅っこから、あのスタートして三角を書いてください。その横に、四角の横に、だから隅っこから三角書きました。隅っこからってこういうこと。めっちゃでかくなった。めっちゃ、あーです、あー時間がないからその横に逆三角形を書いてください。横に逆三角形、はい、その逆三角形を書いて、はい、丸を上に書いて。何これ。はい、できました。ということでチャレンジは失敗。また明日も聞いてくださいね。バイバイ。